グッドモーニング。こんばんは。イエイ。今日もおでこだし。あ、また電気を半分しかつけてない。ちょっとみんな待ってて。すぐつけてくる。間違えた。さっき全部消しちゃった。オッケー。暗闇になったよね。だよね。すいません、取り乱しましたが無事。今日もお疲れ様です。おでこ出し大好き、イエーイ。新生活楽しんでますよ。なんか生きてるんだって感じがしてすごい、なんか頑張って楽しんでますね。今のところちゃんと生き入れてて、そう、家事もすごい効率よく進める何工夫みたいなのをちょっと考えながらできてるはず。夕ご飯食べました。そう、夏野菜美味しく食べました。今日はね、夏野菜のサラダをしたりとか、サラダチキンを食べましたね。おでこ出し真似してくれてるの、イエーイ。今日は斜め、なんていうの、斜め流しピン止め前髪してます。意外と家事するとさ、楽しかったりするのよ。まだ多分新生活というか一人暮らし始めたてだからかもしれないけど、結構楽しめてて寂しいけどね。いっちゃんこうちゃんに会えないのがめっちゃ寂しいです。でも今日母親とテレビ電話をしたんですよ。で、いっちゃんこうちゃんをね見せてもらって、めっちゃ可愛くて元気が出ました。でもより寂しくもなりました。一番好きな家事はお料理ですね。一番嫌いな家事はお皿洗いですね。お皿洗い何気にめんどくさいですね。足がだるいの治りました、ありがとうございます。うん、さん親御さんとのお電話ありがとう、申し訳ない。ありがとうございます。そう、本当にお皿洗い大好きなの。もうぜひ毎食後来てください。ちなみに私お皿洗いとか溜まるのが嫌なので、洗ってないものが溜まっていくのの方が嫌なので、毎食食べた後すぐにお皿洗いをしているんですよ。きっとそれはまた後々、何ヶ月後かには3食に1回とかになってんのかな、わかんないけど。そう、なのでまあ1日3回我が家に来ていただいてお皿洗いして帰っていただいてめっちゃ家政婦みたい、家政婦さんにお仕事をお願いしてる人みたい。そう、本当に洗濯干せますよ。洗濯干すのも何気に好きです。お、ナスの炒め物いいですね。私もナスビ買ってきたので明日か明後日か使いたいと思います。すぐにやらの周回になってる。お、じゃあ今のうちにこうやって周回になってたらいい感じかな。いいかもいいかも。結構何気にね、自分が思ってたよりも自分自立できてます。うん、ドラム式じゃない、何これ、縦型縦型の洗濯機使ってます。うわ、ニラ玉いいね。これなんて読むっけ、
チンジャオロースじゃないっけいいですね。でも中華も食べたい。あ、当たり、よし、チンジャオロース。あ、白いご飯にキムチ、最高。サラダうどんね、いいよね。そう、最近丸亀に行きたいっていう思ってますなんかさ、定期的に丸亀に行きたい欲出るんですよ。多分おうどんを食べたいみたいな。油淋鶏弁当、うわ、美味しい。ニラの卵とじ、やばい、わかるわかるわかるよね。やっぱりなんかさ、なんかさ、なんかわかんない。別になんか食べたい、何が食べたい、なんていうの、なんで食べたいかとか聞かれても全然わかんないんだけど、なんか知らないけど丸亀めっちゃ食べたくなるとき食ってくるじゃんそれです今え、嬉しい、共感者いっぱいいてくれて嬉しい。え、そうなの、夏でも冬でも、もうあの春夏秋冬、もういつでも本当にね。そう、うドーナツみたいなのが今販売されてるって聞いた。なんじゃそれって思ってますけど、すごいよね。わ、唐揚げを卵とじにした、うわ最高じゃん、いいね。確かに1日じゃないわ、1日は丸亀安くなるよね、半額になる。お、帰宅して配信間に合った、おかえりなさい。そう、今日なんかカメラっていうかスマホの向き間違えて、なんかこっちカメラにしちゃった、いつもこっちカメラなのに間違えちゃったよ。甘く煮た椎茸の卵たち、わー最高。この前とんかつ太郎と利休、ねえ利休行きたい、連れてって誰か連れてってください、利休。え、そうじゃない、しかもアイスのみ食べたの、そうだ、あ、食べてない、買った。え、待って、利休みんな行ったの、え、連れてってよ。え、もしかしてさ、あのなんだっけ、タピオカ屋さんじゃなくて、なんだっけ、ベビタピじゃなくてなんだっけ、スムージーじゃなくてさ、あのめっちゃ行列になってたお店一回あったじゃん、あの何でしたっけ、そう、ゴンチャ、ゴンチャベビタピでゴンチャ、そう、ゴンチャの次は今は利休が並んでるんですか、そんなことはないのかな、うん、いやいいですね、利休行きたいよ。TikTok 飲みすぎもう TikTok 入れてないんだよねあの見始めたら一生見ちゃうから、そう、 TikTok 入れてません私実は。お、待たずに入る、あ、15時くらい、いいですね、昼公演終わり、あ、じゃあやっぱ3時くらいなのか、なるほどね、そのくらいの時間帯を、夜公演終わりは、そうだよね、夜公演終わりはね、なかなか混み合いそうですよね、ちょうど夕飯時。いいね。そうだから、あの TikTok 入れてないから、だから TikTok 分からなくて、なんだっけ、ターンターンフルフル、ターンターンフルルルルってやつ、なんか全然みんななんかすごい踊れてて私分かんなくて、なんかみんなの食べながら、食べながらじゃないみんなの見ながら踊ってたら、なんか一人遅れて、なんか、あ、わはーみたいな一人ジタバタしてました。皆さん温かい目でぜひ見てくださいね、本当に入れてるけどほぼに見ない。おお、そういう方もいるのね。私はそもそもね、入れたら逆に見ちゃう人だから入れないようにしてます。牛タン食べたいよ。あ、夕飯のその魔法を使ってたやつ、それ見てない、今度見ようかな。お、29日ありがとうございます、やったー。30日も、お、じゃああれだ、
29、30の当選が当落か出ましたかね。9月に仙台行くの、行く行くあの牛タンだけ食べに行く、お箸持って行くよいいね。お、29日行く、お待ちしてます。30よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうみんな。そうだね、推し駅のメンバーがどんどん発表されています。イエーイ。お、歌唱力申し込んだ、イエーイ。ね、推し駅プロジェクトも歌唱力も盛り上がってますねありがとう。ね、分かる。7月の日程ね、ね、どうなるだろうね、私も分かんなくて。お、今回は頑張って目黒、嬉しい。ぜひぜひ、なんかスタンプラリーとかね、今年もあったらぜひ皆さん巡ってみてください。そう、なあちゃん、みゆみゆさん、ななみさん。さて、残りあと一つの駅かなは誰でしょうか。誰だろう。お、前回に続いてコンプリートするぞ。えいえい、おお。お、29は昼、30は昼、ありがとう。嬉しい、みんな29日も30日も来てくれてありがとうございます。確かにね、7月はお話し会も、そう、お話し会もありますね。鳥塚さんとカッポ、わ、磯部さん、待って、行きたい、もうもう行く29日、じゃあ私公園休んでダメダメ、わー、いいな。そっか、おしゃべり会ってね、どうだろう、おしゃべり会どうなるんでしょうね、ちょっと私も分からなくて。あのガッタファンの1歳おめでとうキャンペーンみたいな感じのおしゃべり会と、私の生誕、じゃあ誕生月おしゃべり会がダブルであるかなって感じ。なんかここが割れてくるんだけどここが割れてくるよ。ここのおでこは見えなくていいですよね。 OK。 ね、生誕祭もどうなるか、もうみんなドキドキしてるよね。私もドキドキしてる私もいつ、もしね、あるとしたらいつになるかなってドキドキしてます。お、今月は週末持ちに会えてる、イエーイ、ありがとう。おしゃべりしたいね。お、公演100回目、うわ、嬉しい。そう、パーティーもあるからね。そうなんだよね、どうなることかな。そう、去年11月に、ね、なったので、まあその可能性もなくはないよねいつになるかはわからない、こればっかりは。うん、スケジュールとかもいろいろあるしね。みんな、あの、でもスタッフさんとかもすごい調整してくださっていると思うので、こればかりはね、私もう何も言えずにね、なんて言うんだろう、もうお願いしますっていう感じなので、ね、ぜひ生誕祭あったら皆さん来てくださいお待ちしております。え、みんな生誕祭来てくれますか。行く、わーい、嬉しい。え、みんな来てね是非来て。もうね、一回でも萌のことを見たことがあるっていう人はもうみんな萌の生誕祭に入ってくださいおかしい人初めて、わー、嬉しい。もうね、初めてっていう方もすごく嬉しいね。え、みんなに絶対に来てほしい。萌え、杉本萌えという人物を1ミリでも見たことがある人、髪の毛一本でも見たことある人、ぜひ来てください髪の毛一本どう、私の髪の毛はね、
茶色くて細いですよ。全然見えない配信で見えるものではないですね。嬉しい、みんな来てくれて嬉しい、おめでとう、できて、ありがとう、嬉しいよ。そう、やっぱみんなとね、生誕祭ってこう一年に一度のね、すごく大切な日なのでね、ぜひみんなと過ごしたいなと思ってます。そうだね、今年も生誕祭のマックスみんなと一緒に歩くかもしれないね。あなたと一緒にこうやっていうか、なんかこの前こうしたんですよマイクをお見送りでじっくり見ようと思って可愛さにやられてます。イエーイいや、お見送りの時は私めっちゃ汗だくで申し訳ない、ほぼ原型保ってなくてそう、でもなんか私いつもさ、メイク多分下手くそだからだと思うんですけど、なんかほぼ塗ってない時あるんです。ほぼ塗ってないは嘘、塗ってるんですけど結構薄めに塗ってて、でそれってなんか汗で崩れないようにする一番の方法はやっぱ薄くメイクするみたいなのがあるらしいんですよ。だから私汗だくになるからダメだと思って気持ちも薄めに塗ってるんですけど、そのおかげであんまりね、あんまり崩れてないかな、メイクどうだろう。そう、ナチュラル。頭4曲でもっとみゆみゆさんのでもみゆみゆさんそんなに汗かいてらっしゃるイメージないの。私はもう常になんかびしょびしょになってて申し訳ないもっと可愛くいたいのに。なんかステージでね、なんかあんなに汗かいてるのちょっと嫌ですよ。嫌だよ、もっと可愛くステージに立っていたいよえ、優しい、みんな可愛いって言ってくれるもう自己肯定感上げてくれる。そうそう、代謝がいいんですよ健康的ではある、うん、人間としてはすごく立派な体質なんですよでもアイドル的にはちょっとね、ちょっとねっていう、うん、そう、人間としてはいいんだけどね、アイドルとしてはちょっとって感じ嬉しい、十分可愛いが渋滞してる、だってやったのありがとう、嬉しいよ。一生懸命、あ、確かに一生懸命であることは確実客席からうちわでぜひ仰いでくださいもうぜひ、汗は大事、頑張ってる方、ああなるほどね、頑張ってる感確かに出る確かに、みんなと運動量一緒でも私の方がすっごい汗かいて出ちゃうから、なんかパッと見めっちゃ頑張ってる人になるよねなんか逆に申し訳ない、みんなも頑張ってます、他のメンバーもみんな、そう、頑張ってます、ちょっと汗の量が多いだけなので面白い汗だくでね、頑張ってる感出るやん、それはね、わかるよあ、サマーバッグかな、ありがとうございます。そう、今日 X に先ほど告知もさせていただいたんですけれども、サマーバッグが受付中ですので、わあ懐かしい、なんかその汗はそうつかないよ、なんかリバイバル公演ちょっとやりたいなどうも胸を張ろう、や
ほこりの丘やりたいな。リバイバル公演のリバイバル公演したいですね。全部可愛いし頑張ってると思うね。もう生きててよかった。もうみんなが私の生きる理由です。本当に。ね、夏祭り行きたいね。ぜひ見に行きましょう。お、僕もドラムしてる。おお、すごい。お揃いですね。前からいつも元気もらってる。ありがとう、よかった。もう前もみんなの元気の源になることがアイドルをやっている理由ですので。カンバラ祭りが30日、何月、7月8月。カンバラ祭りってどこでやるっけ。ずっと応援してる、ありがとう。今月なの、6月の30日にカンバラ祭り。でも6月の30日は、待って、でもやだね、6月の30日来てほしくないの。だってマッシーさんがご卒業されちゃう。ね、本当に寂しい。なんかね、そう、今日もレッスンあったんですけど、なんか一曲一曲こうレッスンしてさ、曲出来上がるんですよ。そのみんな振り入ってフォーメーション組んでとか、なんかやってる時は楽しいけど、やり終わって曲全部通せたってなったら、なんか出来上がっちゃったみたいな、わかる。なんか、いや、なんて言うんだろう、なに、その曲も披露できる形までなっちゃったんだみたいな、なんかだんだんね、寂しい差がすごい大きくなるばかり。そう、みやみやさん今日めっちゃね、リハーサルの時からね泣いてらっしゃって、でもすごくそれはわかる。おマシーさんと同じ誕生日なんだ、すごい運命だそれ。そう、モーニングって呼んでくださるんですよ。そう、昨日立ち位置表を見た時に、おお、それは素晴らしい、愛に満ち溢れてる。いや、でもそうですよね、本当に。だって私たちもさ、3期生も3年目に入って、まあ、丸2年一緒にいるけど、それ以前にこう他のメンバーの卒業とかを見送ってくるだけでもあんだけ寂しかったのに、先輩方とかもっともっと長い時間一緒にいたわけじゃないですか。 その時間の長さも考えると、もう私たちが感じる寂しさの倍の倍の倍くらい寂しいんだろうなって思って、すごいそうだよなと思って。でもさ、やっぱりこうやってなんて言うんだろう、他のメンバーに寂しいってこう思わせるくらい、マッシーさんがすごく他のメンバーさんに好かれてたというか、なんて言うんだろう、もう、うん、そう、好かれてたっていうかな、そういう人柄の方っていうことだから、本当に私もすごく思っていて、マッシーさんの存在って NJT にとってすごく、そう、大切な存在で、愛されてる証拠。上から目線になっちゃった、どうしようどうしよう、そういう上からじゃない、めっちゃ上から目線な言葉になっちゃったんですけど、なんかそういう、伝わりますか、このなんか他のメンバーにとってもすごく大切な存在っていう、本当にね、私もなんかそういうメンバーに、ね、なれるように頑張りたいなと思います。
そう、メンヘラキャラそう、真面目そうに見えてね、 MC がめちゃくちゃ面白い。いや、さすがですよ、本当に。だってマッシーさんがやる MC の安心感ったらあれしないもう何喋ってもいいし、もはや自分が喋らなくても面白くなるっていう安心感があるので。そうあ、配信見てるの会社の人に見られたこんにちは、会社の方、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。お世話になっておりますメンヘラ、私メンヘラは引き継がないですね。多分私はメンヘラにはならないと思いますねえ、わかる。マッシーさんの MC 私も大好き。そう、前はなんかさ、なんかなんて言うんだろう、メンヘラとかそういうタイプじゃなさそうじゃない？なんか言い方あれだけど、あっさりしてるよ結構あっさりしてると。ねえ待って、また充電 20%、 でも充電器届かない。ねえちょっと充電ができないけど、いっかごめんね。また飛びました、ただいま。そうだ、今日はね、チャットを送りってか、この時間に 20% になったらやばいな。45分くらいまででいいんですか？すみません、ちょっと短くなっちゃうんですけど、今日は45分くらいまでしたいと思います。チャットも今日はちゃんと送りたい。ありがとう。ある一線を越えたら手がつけられなくなったねあ、なんかラインがあるんだね。それを越えてしまうと、すごい思い愛があ、でもね、基本的に甘えん坊ですね。基本的に甘えん坊の寂しがり屋なんですけど、もうちょっとね、見栄を張っちゃいますねやっぱこう、しっかりしてるっていうステータスがあるじゃないですか、私には。だからちょっと甘えられないですね春ちゃんに連絡しました、もちろん。最後まで楽しもうねって、たくさん思い出作ろうっていう会話をしました。そうだよ、春ちゃんも7月末まで。楽屋だと誰に甘えるか、楽屋だとたまに抱きつきに行くのはリリカですねあのリリカには結構なんか、いや言うの恥ずかしいからやめとこういや別に誰にも甘えてないです、全然。はい、全然甘えてないので、別にちょっとギューしてなんて言ってないんでいや全然何も言ってないです、そんなしっかりしてそうで意外とそうじゃない。いや、その通りなんですよ。しっかりしてそうっていうオーラを出してるだけであって、全然しっかりしてないので、皆さん養ってください本当に助けてください、うん、本当に。でもリリカあしらうよもうじゃあ何言ってんのみたいなそう、楽屋で壁に足上げてますでもそのドライっていうか、そうあしらうリリカが好きで、こっちは甘えてますねあ、そうそう、ひのさん、萌のことちゃん萌えって呼んでくださるんですよ。まなさんの呼び名を引き継いでいます。そう、最年少にあしらわれてます
スイスイ意外とねしっかりしてますよスイスイはしっかりしてなんか逆私と逆な感じなんかこうキャラ的には妹キャラみたいな感じがあると思うけど あそういうことかスイスイに甘えるのあ甘えはしないかも甘える難しいねお話とかはよくするけどユーハーともそうだねユーハーあなぜなぜしても難しいこれあれだっけあのパーティー公演の MC かであの言われたやつだよねあれ言われてないっけ言われてるなんかさなぜなぜしてって言いに来るんですみたいなこと暴露されたあれ以降はちょっと恥ずかしくて言ってないんですえ聞いた気がするよねだよね私もね暴露された記憶があるんだよねあれ以降言ってないですねなんかあれだねでも一番私が甘えるのはいっちゃんこうちゃんですねいっちゃんこうちゃん目の前にすると私人変わるんですよあのお兄ちゃんのこと好きですかそんなんですねとか言うんで人変わるからもう大変なんか杉本萌えじゃなくなりますなんかチュギモトモペくらいになるチュギモトモペになります杉本萌えではないです何言ってんだろう本当花江には甘えないですねなんか花江と私ってあれですなんか同じ感じでこう我が道を行ってるんですよそうそう我が自分の波に乗っているのでお互いがそれぞれがそれぞれの自分の波に乗って生きているのでなんて言うんだろうこうお互いにこういる感じでもねすごくね共感し合えると思うマイペース本当にそんな感じそうマイペース多いですね3期生に明日ははるかさんのお誕生日そうだよね今日あのなんか何でしたっけひまたぎ配信をするっていうのを X に上げてらっしゃったそうなんだかんだマイペースですねみんないやわかるリリカが萌のこと滑りキャラにしようとしてるえていうかさリリカが自分でさ自分が滑りやいぼを継承しますって言ってたよねえ自分が滑りキャラになるんじゃないのえなんで私になすりつけてるのえって思わないなんかさずっと思ってたんですけどえなんであなたじゃないんですかすっごい思わないですかえリリカが自分で滑りやいぼって言ってなかったっけ言ってたよねなんか急になんか急にさダジャレ言い始めたじゃん確かに、まあ、リリカ滑らないんだよねなんか受けてるんだよね萌えが滑ってるからか確かに滑り刃じゃなくて滑らせ刃だよね萌えのこと滑らせに来てるんだもん本当にちょっとまだまだ修行が足りないようです巻き添えされたそう本当に巻き添え食らってますよ滑ってないよ面白いよ棒読みだよね滑り合えばアンバサダーブロンズアンバサダーブロンズっぽいけど私がかなわかる萌えしゃがみ笑いしちゃうすごいしゃがんじゃいます笑う時の動作が昔から大きいんですよ笑う時いつもこうなんです、ね、やだこの笑い方やだよねのこんな感じこうやって笑うからとにかく動
動きが大きいんですよ。これフレームアウトよくするよ。だから日野さんのものまねこの前のね生誕祭の時のね、プラチナになる日は来るのかね。え、わかる。いつブロンズがなんかブロンズじゃなくなるのかが気になる。なんかここへこんでるんだけど絶対これ癖毛だよね。なんか次あれじゃない、フライドポテトじゃない検定取ってくるんじゃない、知らんけどわかる。適当だよね最近。フライドポテトアンバサダー検定ブロンズのなんかだるそう。なんかはーい、嬉しく賢く元気よく私らしく頑張ります新潟県出身フライドポテトアンバサダー検定ブロンズの鈴木レレカですなんかちょっとだるそうにやってるのめっちゃおもろいレレカすぎると思って、なんかもういっそのことコロッケアンバサダーとかに取ったらいいんじゃない、あるのか知らないけどなんかコロッケの方がいいんじゃない、うん、フライドポテトアンバサダーって本当にあるんだよ。お、アジサイ綺麗だった。うわー行きたいな。息継ぎしないでって、そうそうそう、本当に息継ぎしてないよねわかる。リリカワールド癖になる。たまにポテト以外の部分もさ面白い。もう取りたい検定か、それこそ手話検定とか。でもなんかお料理始めて思ったのが、なんだったっけ、なんかさすごい難しいと思うけど、フードコーディネーターとかなんとかかとかみたいな、お料理系とかもいいなと思います。英検あるある、英検漢検数検持ってます。ちょっと何級まで持ってたか忘れちゃった何級だったっけ。こっそり勉強してて、え、こっそり勉強するかな、できるかな野菜ソムリエ、白米ソムリエ、わあいいね。なんかお料理、ご飯関係いいなと思います。モッサン呼びはダメです車の免許取りたいけど、でも取ったとて運転できる自信ないのでやめときます、まだなんかその時が来たら多分取る、なんか本当に取らなきゃいけないみたいな時にしか取らないかな。キャッチフレーズ好きをではやりたいと思います唐突。お、ようやく帰宅、おかえり。それではいきます。はい、皆さん手拍子お願いします。笑顔にほえ、慎重にほえ、白いご飯が大好きな杉本ほえありがとうございます。唐突にね、え、嬉しい。このすごいみんなほえって言ってくれてるありがとう。そう、このキャッチフレーズ自分で考えたのさすがに天才じゃないですか自分で言うことじゃないですね、すみません。すごい、さすがに天才ではないでしょうか。リズムということで、え、わかる。リズム感とのいいよね、わかるわかるうぬぼれるなって言われる、叩かれちゃう叩かれちゃうでもこれ自分で考えたんですよ。どんな時に思いついたんだろうね。なんかいろんなアイドルさんのキャッチフレーズを見たりして、なんかどういうパターンでいこうかっていうのは最初に思ってたんですね。で、なんか最初にこう、あのこれね、あのなんだっけ、カスタネットでさ
やっちゃったから、なんかそういう系、リズム系でもいいかなって思って、リズム系を加えたらなんかより私らしくなるかなって思って、ちょっと手拍子とかにしてみようかな。あとキャッチフレーズってやっぱこうやってみんなでね、言っていただけるものだから、みんなが楽しく、みんなに楽しくなんかキャッチフレーズの時間も過ごしていただけたらなと思いました。これ一体感あるよね。手拍子でも最近早いんですよ。だからね、頑張ってリズムキープ。お、42分ありがとうございます。あ、そうだ、まだ私のあの時計5分遅れてる。今あの時計37分。一回めっちゃゆっくりやったことある、わかる、なんかこうやってもう最初もっとね、あのゆっくりだった、これくらいだったかな最近。大変。一個忘れたらもう全部無理になっちゃうやつ。あ、確かに皆さんゆっくり手拍子お願いします。でも私が言ったら振りみたいになるんだよねきっと。てかすごいよね、私さ、のえさんのさ、あとすごくついで継がせていただいてると言いますか、私衣装も結構のえさんの衣装をお借りすることが多くて、そう、あの夢しない衣装、今のアンコール衣装ものえさんのお借りしていて、そう、いろんな衣装、ほぼほぼと言っていいほどのえさんの衣装をお借りしてたりとか。そうなんです、私の中で安心安全ののえさんなんです。そう、サイズがあって、なんていうの、のえさんのでフィッティングしたら絶対に大丈夫っていう。安心安全ののえさんなんです。いつもお世話になっております。声の大きさは寄せられません。モエピーで頑張りたいと思います。そう、身長さ、そう、身長、スカートとかはたまにちょっと長めのに変える時とかはあるんですけど、どうだろうね、でもあんまりそんなに身長ですごく困ったことはなくって、よかったです。お、45分ありがとうございます。ちょっと充電も心配だし、チャットも送りたいので、すみませんが今日はこの辺で終わりたいと思います。これからアイス飲み食べようかな。みんな今日アイス食べましたか？今日暑かったよね。お、食べる。今日ね、ぶどう味を買ってきました。じゃん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 、いや、踊らなきゃ。じゃんじゃん。私はあなたをアイスのみ。ちょ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 。めっちゃ可愛いよね。アイスの口づけ、嬉しかった。あれスイーツ部でできたの。めっちゃ可愛い曲だよね。私あの中でパフォーマンスするのが一番緊張した。私だけ絶対毛色が違うと思った。もうどんだけどんだけ私袖でキワキワ可愛くアイドルキュルンって言い聞かせて、私はアイドルキュルンって言って頑張りました。もうね、スイーツ部に入ってから
本当に可愛くなろうってすごい決心をしたんですよ。お洋服も今までもう19年間生きて19年間18年間生きてきて一回も手に取ったことのないようなちょっと白くてふわっとしたフリフリとかレースのついたとかそういうお洋服を頑張って手に取ってみて、そしたらなんかちょっとずつハマってきました18歳杉本萌え、ようやくフリフリの可愛さに気づくようやく心も女の子になってきましたそう、まあね、そんな感じできっかけはどこに転がっているかわからないので、いろんな時にいろんなお洋服を頑張って着てチャレンジしてみようと思ってます。わかる、チャット送れなくなる、やばい、47分かな今。それでは男女読みをしたいと思います大変大変、私そろそろ終わりますって言ってからのなんか長いんだよじゃあ13位からいきます。13位カンさん、ありがとうございます。12位ヤナシングさん、ありがとうございます。11位マツワさんさん、ありがとうございます。10位スユバラの赤ティさんさんさん、ありがとうございます。9位タケさん、ありがとうございます。8位ハイスノーさんさんサンデーさん、ありがとうございます。7位チェリーモーエナのグッドモーニングさん、ありがとうございます。6位マーサンさん、ありがとうございます。5位セッテンガーさん、ありがとうございます。4位ディーヤマさん、ありがとうございます。3位ジュンハンさん、ありがとうございます。2位日焼けさんさんさん、ありがとうございます。そして1位はサット大塚さんです。ありがとうございました。今日もたくさんのコメントとギフトとお星さん本当にありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。こちらこそありがとう。また配信したいと思います。全然見に来てくれるだけで本当に嬉しい、ありがとうね。ということで今日も一日お疲れ、暑いから熱中症に気をつけてね、みんな。おやすみ、バイビー、おやすみなさーい。